お疲れ様です。お疲れ様です。勝ち越し、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今日の一番振り返っていただいてどうでした？そうですね、過去にやって負けた相手だったので絶対に負けたくないっていう気持ちと、昨日いい相撲が取れたのでまっすぐ引かないで前に出ようと思って行きました。はい、まさにリベンジの一戦ということですね。はい、あと一番ありますけども、はい、もう一番、はい、頑張って勝っていただけるとみんな喜ぶと思うんですが、はい、最後に意気込みをお願いします。そうですね、今年は、名古屋場所で4勝2敗になったんですけど、頭の中が真っ白になってしまって4勝2敗で負けて4勝3敗になってしまったので、今回は、5勝2敗になれるように気持ちを込めて頑張ります。はい、5勝目指して頑張ってください。はい、ありがとうございます。